かに久保とか堂安とか中央の選手を持たせないでね、サイドバック特に橋岡とかに持たせるかみたいなね、技術と発想ある人にいかにゲーム絡ませないかみたいな戦い方になるでしょうね、ニュージーランド。こういう相手に効果的なやり方はウィングバックに2対1作って、あのマイナスからクロス上げることですよ。サイドに早く揺さぶって3の隙間を使っていくってことですかね。ショートカウントだったら3バックになってる瞬間のね、両脇にどうとか。あと結構ラインを上げてくるんでね、5バックでラインコントロールしようとすると4バックよりずれるから、ライン上げた瞬間に裏狙うとかね、サイドで深い位置取った後のマイナスとか。一回深い位置まで行ってボール戻した後にさ、ライン上げきってないところでぐちゃぐちゃになってるとこあるから、戻した後に裏狙うボール入れるとみたいなのありますね。お、素晴らしい。来たかな、来たかな、来ないか。今のめちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ良かったね、これ。こんだけ人数いても今みたいにさ、ボール出すところをみんな見るから、マイナス側のね、今、堂安もフリーになってたし。そうそう、それそれ。